先輩の部屋で勝手に寝るからな。いやいや本当にやめて、あれ本当にやめて、本当にこと呼んでます。いや本当に50分間俺のベッドで寝るんだよ。いやいやいや、いやお前がベッドで、俺が俺のベッドで寝てる間、俺床に座ってるから。いいでしょ。本当にだって欲しがってんだもん。いやいや、しかもお前来ると部屋の温度めっちゃ上がる。くそ暑いから。フェリックス隣の部屋でさ、いつも来るみたいな。何してんのみたいな。いや行ってないから。いや行ってないから。外出てるみたいな。言ってない。めちゃめちゃイチャイチャする。いや行ってないから。行ってないから。怪しいな、そのイチャイチャ。なんか怖いっすよね、そのイチャイチャ。隣の部屋で。いやいやいや、ちょっと言わして。お前だけ喋るとなんか誇張される。本当に。隣の部屋で、部屋の電話かけるとすぐ出てくれる。やば。おいとか言って。じゃあコバさんの言い分も聞こうや。何？だからまずその部屋でいたずらするのやめて。マジで。ずっとかかってきてるから。しかも何も喋んないで切るのもやめて。俺もしかして先輩じゃないかなっていうのあるから、だからあんなに早く出るのよ。めちゃはい。でその延長戦で和正さんから電話かかってきた時に普通に何言っちゃったから。したらでも吉田ですって言われて。すいません。お前それお前のせいだから。いやでも俺一回部屋電でやられたことあるから。いやそれをなんで俺にすんの。いや面白いじゃないですか。いやそれを下にして。俺二つ上だから。いや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 本当に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 。いやマジで本当に。いや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 。お前本当にお前ベッド、いやお前ベッドで寝るとまあまあびっちゃびちゃ。最低飯食いました。なんいやエアコンつけたじゃないですか。いや冷房ガンガンだけどマジで汗だ。俺もう一回風呂入ったから。これとかじゃない。味ないよ。お前が俺のベッドで寝るたんびに。なんであんな4日連続で来ると。でも好きでしょ。好きです。好きじゃないから。いや本当に、いや本当に俺呼んでないもん。いやいやそれ。絶対にやっちゃう。呼んでないから。本当に。呼んでない本当に。まんざらでもない顔して。小田さん。ベッドで入ってくるんだよ。なんか待ってる。何が何が地酒、地酒です。早く言えよ、そういうこと。地酒です。誰まあ、取りました。ちょ、もう一回いいっすか。ちゃんとやってみましょう、乾杯。あ、分かった分かった。あ、なんだ最悪やな。最悪じゃねえだ。まあまあ、いやいやお前それもそのやり取りも疲れたから。いや大丈夫大丈夫大丈夫。俺 LINE でお前に大丈夫って200件ぐらい送ったよ多分。でもあれですよね、いい意味でも悪い意味でもあんま上下関係ないですよね。いいか悪いか分かんないですけど。ないね。分かんない分かんない、それはね分かんないから。いやこいつだから部屋の温度上げて帰ってくる。温度上げるぐらい可愛いじゃないですか。いや汗だくだからね、お前もだけど、その体型で汗だく。いいわかる、うん、いいでしょ。ベッドがびちゃびちゃになる。いや本当コバさん、コバさんのコバって言うてるよ。こういうとこだけが言うて、素が出てしまったじゃん。コバさんの冷たさだけはほんとあんまない。いやいやいや何が冷たいの。俺部屋いつも開けてあげてるよ。いやいや余裕はな、余裕この人いつも部屋の鍵閉めて、そう寮開けたと思ったらな、うん、YouTube しか見てなかったな。それ許せんわ。寮で一人だけ鍵閉めてる、本当。絶対。え、だって用もないのにノックしてる。何してんの？用もないのにノックしてる。いや別に用ない。用ないでしょ。いやいいでしょ。でもはーいって言えばいいじゃん。本当にじゃあ用あるってどうすんの？え、なんで、なんで、はーいって用ないでどうすんの？俺はーいって出て。ちなみにですか、僕たまにドア蹴飛ばして部屋帰ります。ちなみに言っていいですか、自分もよくやってます。だからもう部屋の位置変えてもらおうかな。ちょうどあのエレベーターのね一番悪いから、あれ山本もノックしてくれる。